悪い時によく枕元で童話とか読んでもらった、はい、あー読んでもらってたんちゃうかな、うん、ちょっと俺今日そういう童話を作ってきたから聞いてみてくれよ。そんなん作れんのお前。いやちょうどお前不眠症やろ。あ俺眠らそう思ってんの。いや絶対ねえよ今更。まあせっかくやからとりあえず聞いてや、まあ、まあとりあえず聞くわ。ザリガニの右足。いや大丈夫かおい。大丈夫やからとりあえず最後まで聞けや、まあ、とりあえず最後まで聞くわ。僕はピンクのトカゲ、僕はピンク色だ。ザリガニちゃうんかおい。くそー、僕以外はみんな緑や茶色なのに、なんで僕の色だけサーモンピンクなんだ。ピンクの中の種類はええわお前。この色のせいで僕は毎日いじめられているんだ、うん、辛すぎる辛すぎる辛すぎる。なんでサーモンピンクなんだ。トカゲの話に鮭入ってきてんねん、鬱陶しい。もうこうなったら自殺してやる。なかなかないでお前童話で自殺とか。よしもうアリ地獄に入ってやる。くわー苦しい苦しいよ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 。眠れるこれ。いやお前ちょっとうどうどしてきてんじゃん。どこがやねん。むしろ俺さっきより起きてきてるわ。ああそれでええねん、今一回起こしてる段階やから。だってお前今起きてるやろ。起きてるやん。そういうことやねん。どういうことやねんおい。苦しい苦しいよ苦しい苦しいよ。まだやんのそれ。助けてザリガニ。いやどこでザリガニ出てきてんねんおい。おう俺を呼んだのはお前か、うん、ならば今日からお前を別の生き物に変えてやろう、うん、いやそんな能力ないやろザリガニに。ああ、うん、眠らす気あるお前。トゥルルルッテッテッテ。なんでそこレベルアップの音やねん。そしてその日からサーモンピンクのトカゲは、うん、ワニになりました。いやなんやねんこの話。おしまい。いやトカゲがワニになっただけやん。おい終わったぞ起きろ。いや寝てないねん。もうええわ。どうもありがとうございました。